はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、とりあえず北摂高校やってみましょう。全然わかんないけど、モテモテついてんじゃねえかよ。これデフォルトっていうか絶対つくわけじゃないよね。たまたまついてるんだよね。でデッキもわかんねえけど、とりあえずこんな感じで、せっちゃんね、自分 PSR 引けなかったんでお借りしてます。PSR は確かにせっちゃん覚醒できるんでね、覚醒した方がそれ圧倒的に強いよっていう感じで、まあ、ちょっと50ではないんですけれども46の、せっちゃんで、ただ覚醒が20になってるんで、せっちゃんに愛を注ぎ込んでるねこの人は。というわけでお借りしてます。であとは一応北摂の他の3人組浴衣バージョンを連れてきてます。これが吉と出るのか凶と出るのかはちょっと分かんないです。でもこれだけ彼女キャラがいるとさ、ちょっとデートに多分相当時間費やさなきゃいけないよね。だからこれ良くないんじゃないかなって思います。バランスが多分良くない。であと男性キャラは2人入れられるみたいなんで、男性キャラ2人入れてます。得意練習をちょっと合わせてるのと、あとはまあ、ミート上限アップと肩上限アップで入れてます。であとなんか金徳的なもの、まあね、両方アーティストなので、まあ、今二次徳でね新アーティストが取れるんで、ちょっとパワーヒッターのコツが手に入れることができないと思う。あ、でもイベントが起きないだけでコツイベントは起きるのか。国樹がうまくいけばパワーヒッターくれるっていう考え方でいいのかな。まあ、よくわかんない、本当に全てがわかんない。で最初は練習をすればいいのかな。監督評価ってどうなんだ、上げた方がいいのかな。まあ、わかんねえけど、とりあえずりょうちんがいるところで練習しよう。監督もいるし、けがらわしいとか言われちったよ。でも評価は上がった。あとストーリーが全くわかんない。で最初の子男性キャラは出てこないみたいなんで、まあ、とりあえず評価上げしとけばいいでしょう。あ、練習ででも10上がんのか。これモテモテは関係ないよね。でコツ、せっちゃん上げていきましょう。怪我率 3% だったけど、まあ、それは大丈夫ってか。そう、お守りも持ってきてるからね。井戸端が発生しちゃうとちょっと怖いんで、お守りと、あとはこれ友達スタンプ持ってきてます。せっちゃん評価上がるのめちゃくちゃ早いな、さすがに。最初の子って何、ときめき、なんかあんま聞きたくないな。きちょ、いや聞かないでおこう、わかんないけど。これやった方がいいの、レッスン1一緒に下校ときめきアップ。あ、そっか、北摂って確かときめきが上がんないと告白イベント起きないんだよね。さまざまなメリットがあります。コツがあったらコツをちょっと見て、もどうしても欲しいコツとかないからな。まずはよくわかんないけど、せっちゃんのときめきを上げとこう。せっちゃんラブでかなり上がった。あ、で告白起きた、彼氏になる。初級、あ、ここら辺のコンボイベント忘れた、適当に。それなり、え、なんもねえ、なんもねえから、とりあえずときめきやっとこう。あ、個人レッスン、恋人とか書いてある。これ4人に恋人になるのかな。じゃあレッスンをしよう、個人レッスンしてあげよう。ないない、精神が2段階強化、固め打ちと精神ポイント。これちょっと安定がいいんだよな。ヨーロツパ、せっちゃんだった。ハッチの評価上げたかったのに、ここら辺ちょっともう一回調べ直す必要があるな。基本的にマイナスになるのは避けたい。固め打ち、固め打ちとかそろそろ潰してもいいんじゃないか。ちょっとときめきを連発するか。レッスンレベルが3になってる、いきなり。上から行こう、一緒に下校、一緒に下校してる姿とか確実に目撃されるよね、こんなんやってたら。あれかな、この
緑の線まで行ったら告白になるのかな。こんなんでいいの。下校しかしてないんだけど。あ、来た告白。あ、やっぱりちょっとそこか。盗塁なんか知んないけど、なんか知んないけど逆襲のコツを使って、ちょっと理由がわかんねえ、理由がわかんねえけど金徳のコツをつかんだんだけど、2人あれしたからかな。マジで謎。あとだってデートもしないといけないからね。プロテイン、プロテインは飲んでおこう。 あとそういえばやる気は高くしておけみたいなことがあったよね。じゃあちょっとりょうちんもこれで行くよね。かなり上がった。あ、確実に告白が起こるねこれ。それはまあ利点ではある。でそうするとせっちゃんの評価をクリスマスには確実に一番高くしておきたい。そこは気をつけよう。恋の爆弾一応聞いとこう。いやー、モテる男の子はつらいね。ここでは恋の爆弾について説明する。ときめき度が高い女の子ほど発生しやすい、放っておくと赤に色が変わる。赤は君のことが気になってしょうがない。いいね。悩み相談をして問題を解決してあげる。解決できるんだ。恋爆弾を放っておくとどうかなる。これちょっとやばいよね。コナミ的な話をするとときメモ的なところに流れていくからな。それなりの報いを受ける。これだから女の子は面倒だ。恋爆弾発生中はときめきブースト、赤の時はさらに効果がアップする。爆弾の影響は恋爆弾発生中の女の子は練習場所にいなくても効果がある。なるほど。赤になったら気をつければいいかな。とりあえずハッチをときめきアップさせとこう。一緒に帰ろう。どう？かなり上がった。これもうちょっとケケてほしいよね。付き合おう。こいつでもマジ終わってんな。2周おわす。赤くなった、一気に赤くなった。これでもさ、なんかタックとかが来てないからちょっと怖いんで、一回爆発させるとどうなるかっていうのを試してみたいけどね。複数爆弾がついたらちょっと厳しそう。コツがつかめる。全然経験点まだ入ってないよね、他の高校に比べれば。てかそもそもタッグが組めるだけのさあれになってねえし。どうしよう。デートも進めなきゃいけないよね。デート1回ずつ進めて評価を上げておく。でもあんまり他の人たち評価上げてもね。ちょっとせっちゃんまず行こう。俺は何のゲームをやってるんだって感じだけどね。2727か。早飲み競争じゃ受けとこう。これ評価しか上がらないからね。でコツは別にいらん。1回ずつデートかけておくか。りょうちんじゃなくてハッチだった。これ回復系？あれ？ちょっと待って。お弁当なんて広げてどうしたんですか？デートとか、これはね、開き直る。下がった。めちゃくちゃ下がった。これは体力あるから距離伸ばしとこう。さすがせっちゃんは。てか、ここで練習試合起こるの？もう、いいよ。強い選手を作れる予感がしないんだけど。だ北雪キャラちょっと入れすぎるのも多分問題だよね。だ結構デメリットの方が多い気がする。ときめきとかでさ、もっとなんかバシバシ100100100100みたいに経験点くれればいいんだけどさ、そんなでもないからね。早飲み競争受ける。下がんのかい。いや、ときめきっていうか、うわ、ときめきが下がってる。一応恋人にはなってるからいいや、ほっとこう。
せっちゃんはマックス、りょうちん、遊園地、最大体力値が上がったんだけどよくわかんねえ。おお、8。あ、練習ちょっと見てみよう。あ、それなりにブーストかかってんね。せっかくだからやってみるよ。ときめきブースト、まあ、やっぱりタックが発生できる。あ、ときめき度が上がってる。タックが発生するまでの強化にするのは必要だね。おおおおおお、ちょっと待って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 、厳しくねえかこれ。爆弾処理班まず爆弾処理班で忙しくなる。早いっていうか、そのロードワークに出よう。メリークリスマス。そこそこだな。まだ大丈夫だけど、特にタックが発生してるわけじゃないんで処理しとく今のうちに。多分男性キャラ2人が来てからが勝負だな。でここは野球が上手くなりたい。てかさ、あ、27か。でときめきっていうかデート、いやデートこれ終わんねえわ多分。チカちゃん1回目、何にもなければデート、チェス。これ何がいいんだ、覚えてみよう。あ、ブーストかかってんな。いやそれないだな。何が足りないのか、今の俺に何が足りないのかさっぱりわからん。技術がはっきり言って、でも体力は割と多く保てるからな。そうか、今せっちゃんがあれだからか。え、違う違う、せっちゃん直したよ守備。あー、なるほどね。こうやってやっぱり経験点を稼いでいくんだな。もっとさ、いくつか分かんないけど、北斗高校みたいに300300300とかになってくれればいいんだろうけど、いいんだろうけど、ちょっと待ってね。この練習はやった方がいいのか、それともデート進めた方がいいのか、ときめきやった方がいいのか、よく分からん。よく分からんけど、デートが詰まりそうだから、ちょっとデートしとこう。空デートもあるよね、だってこいつら。これどっちがいいの、優先してみる練習を。あ、ちょっと経験点高いねさっきより。え、ラッキー入らない。どう、よくわかんねえ、大した経験点なんねえし。100ちょっとか、少し整えておこう。いや技術足んねえ、全然足んねえ。全部いいとかにしたいけど、それもなんかさ、叶わぬ夢っぽいな。足りねえ、だと技術不足になってる。総力は結構使いそうだからね。技術が来たらちょっと優先的にやって、それまではデート。じゃあ2回目もちょっと並列してやっていこう。ほら出たよ、どこでもいいよ公園で、正直どうでもいい。練習、技術が欲しい。合同練習、まあ、いや聞かないでいいや。で、合同練習まであと20ターンってどんな感じなの。まあいいや、何にもない、何にもないときはデート、ここで。ちょっと待って待って、ハッチがさっきからデートだったからな。技術をくれる、ロードワークには出る。おっと、恋の爆弾、バレンタインはハッチ。悲しい、全然くんない。いやまだいける。
だからタックが発生してくれないとちょっと経験点にならないからな。てか2月の2週でしゃしゃーってか2月の2週でさっけ。これはちょっと危険だな。あーなんかあるわけではない。カータ二宮オンリー。ちょっと掘ってはおけない。もう赤になったら危険だよね。でも赤になって練習すると経験点高いっていうか多分一旦は大丈夫なのか。128142、ちょっと技術足りないからやっておこう。これはコツももらう。守備職人。なに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 、ときめきビューストは3回目だ。なるほど、それも必須なのか。コツ潰しておく。2はちょっと今俺余裕がないから経験点に。悪気打ちとかこういうの潰しておいた方がいいの。超謎。守備職人はあとホーム失守はキャッチャーじゃなければくれないんだっけ。あれなんだっけ、体当たり持ってんだっけ。いや体当たりは持ってない。いやこれでない。爆弾まだ大丈夫だからデートチカちゃん。いや待って、これ絞った方がいいかもな。これ何がいいんだ。コメじゃなくてほら体力減る気がする。でも経験って結構高い気がする。ほらでは来た。おいちょっと待って、3人何にもねえぞこれ。あ3人っていうかハッチが2回目になったのか。このさお悩み相談でさ、もうちょっと経験点欲しいよ。一応経験ってそれなり。これってモテモテになるのか。メンタル、あ結構くれる。やろう。すごくかっこいい。ちょっと待って、もう3月4週なんだけど、これはわからん。ちなみに男性キャラはイベント起きないみたいなんで、個人レッスンとかじゃあんまやんなくていいんじゃね。なんか勝手に上がってく気がするんだけど。そんなことにデートだな。せっちゃんは確実に終わらせたいから、せっちゃん4回目まで進めておこう。これなんだっけ。これちょっと待って、ここで変わるのか。むしろ嬉しいからいいよ、自分を責めなくていいよ。上にしよう。ハイボールヒッター、爆弾爆弾どう。血は赤い。メンタルに、あー経験値高いね。赤いから、どうする、やってみようか。やろう。経験点に走る。超ラッキーボーイ出たー。すげえ下がったんだけど。やる気もめちゃくちゃ下がったんだけど。みんなでビーチバレー。これ何がいいんだ。全員ちょっとさっき爆発しちゃったからね。上がった。評価上げ、広角打法をつかんだ。で何にもないからデートしてやる気上がんねえかな。ちょっとせっちゃん4回目。ここでなんか袴っていうか、袴じゃなくね、スイープ。あれ4回目で手に入るんだ。あそうか、これもあったよね、射的。やる気上がった。やった。片目打ちはもういいでしょう、取っちゃって。広角打法のとこ、意外性は1でいいや。初期もなんか2でいいってか、精神が結構余ってんな。ローボルヒタ2、超ラッキーボーイ。自画撮りするか。精神余ってるし。いや待って、マジで強い選手を作れる予感が全くしないんだけど。じゃああと何がいい。芸術的流し打ちとか、
パッチだっけ。やる気が上がってくれ、とりあえず。上がった。爆弾。ちょっとどっちか、どっちか除去しておいた方がいいかな。二人抱えてるのはなんか怖えな。お悩み相談。サインさんたち、コツはくれるんだ。なんだかわからんな。なんだかわからんけど、とりあえずハッチ。ハッチも4回目。全員はこれガチで無理だ。さらに火がついた。これはケース。爆弾処理班。悪球打ち。これはセオ。とにかく経験点。火がついた。で、赤い。どうする。やるか。ミートあげよう。いや、これ全然足らん。マジで技術が足らん。赤いけどやるしかねえ。ドキドキブースト。てかもう爆発するのはしょうがないのかな。で、これは何がいいんだっけ。技術的流し打ちが欲しいから、遊び尽くすぜって言ってる射的屋台。チカちゃんのやつか。チカちゃんは精神的支柱。飲む。なんもない。え、これはもうさすがに爆弾を除去する。衝撃。肉。ラム。両親。爆弾。残り4ターンってことは6月までは合同練習なんだね。そうか、試合が始まるまでか。これは誰がいい。せっちゃん。一応評価はあった。練習走塁160。タックは発生してないけど、ダブルで来るといるのかね。せっかくだから走塁ちょっと上げられるだけ上げる。これでドキドキブースト。4番。絶対4番とか無理だし。打撃。打撃だな。やっぱり爆弾はあった方がいいんだな。当たり前だけど。洗礼の一撃。アーチスト。あ、一緒に練習したからかな。195やろう。ときめきブーストがあるときやろう。ブルヒッタとかいらねえ。で、これでなくなったのか。で、ときめき。ときめきじゃねえよ。デート。ちょ、せっちゃん、いや、両チームもらっとこう。じゃなくて、ハッチ。今さら。よく名前を間違う。切磋琢磨。この高校だったら4番でしょっていう。で、走力をちょっと上限アップさせて、ちょっとミートもせっかくだから上限アップさせたいよね。他がカスすぎる。ちょっとパワーがない。これでいくしかない。とりあえず初戦は突破。爆弾。メンタルよく来るな。やろう。
まだ大丈夫。せっちゃんこなせる。かくらん。火がついた。火がついたか。火がついたか。除去して除去して最後デートだな。怪我しに行くさ。もちろんここは勝つ。パワーがない。 B にしておこう。で決勝も突破。予選ね。予選っていうか地方大会っていうの。さて、じゃあ特に練習もあるわけじゃないんで、デートしてせっちゃんを終わらせよう。空になるなよ。 OK。 あ、そっか、最後あれか。別に経験点だけ4回目で勝利祈願なんか出た。え、何って分かんね。何でもいいや。考え事？経験点くれる。筋力一応足りねえからやっとこう。ただまあ最後の経験点は全員マックスでくれるはず。ただ3人娘の経験ってどれくらいだったっけ。敏捷ポイントめちゃくちゃ余ってんな。でもスイープで結構持ってかれるよね。洗礼の一撃スイープ、切磋琢磨、金徳は抑えておこう。逆襲、精神的支柱で、アーチストがかなりきついな。てかあれだね、もう一個のアーティストが取れなかったね。練習回数かな。めちゃくちゃ点を取られたけどなんとか勝った。特に何もなし。何がいい？技術だな。ブンブン。いや経験点全然ダメだなこれ。アーティストはもう取れる自信がない。パワーをそもそ も B で止めないといけないからね。アーティスト取ろうとすると他の多分特能も取れないし。サイン察知とか筋力を使わない。守備道か、まあ、欲しいは欲しいんだよね。外野だからやっぱり甲子園優勝はしておきたいよね。タックがそもそも3人しかいないからな。もうここまで来ると発生率がかなり悪い。こちりや。男性キャラの使い方も難しいしな。男性キャラを入れた方がいいのかどうか。いやまだまだ情報が全然なさすぎる。ダメだ、天空中央強すぎる。さて最後4位とか。これってどれだけくれんだっけ。いや3種類か。そもそも経験点3種類しかくんないのか。ちょっと弱いな。ちょっと弱いね。まあせっちゃんはいつも通りで、まあ1万届かないくらいか。まあまあまあ、でもなんかその北節っていうのを考えて何も分かんない状態で9500だったらまだ伸びしろがあるってことろ。アーティスト伸びしろがあるって思えばいいのかな。で基礎能力がしょぼすぎる。基礎能力がしょぼすぎるけど、でも特能取っていこう。かくらん敏捷はだいぶ余ったね。そう考えると敏捷アピールできたけど、敏捷アピールにしなくても大丈夫だから。なんで敏捷そんな稼げたんだ、よくわかんねえや。
もう何にも分かんねえ。全ての因果関係が分からない。あ、気打ち取っとこう。安いし。あと直取り系になるのか。チャンスも丸取っておこう。盗塁、走塁、二重丸。内野安打って直取りしよう。せっかくだし。いや、こいつはそもそも何にもなんないけどね。あとはせっかくだから守備力上げとく。まんべんなく敏捷と技術と精神を使っていく。伸びねえし。じゃあとなんかこれで取れるものがあれば取って。取れる、打開コツがあるから。で呼吸ちょいちょい上げて。もうこいつは完全ほんとただの試作品だからな。 SS リスら届かないっていう。うん、ということで、まあちょっと全然わかんねえや。やってみた結果、まず重要なのが男性キャラどうするか、あと北節キャラ何人入れればいいのか。入れすぎるとまずデートが終わらないし、爆弾処理が忙しすぎるし、でも北節キャラを入れないと恋のときめき爆弾みたいなのが発生しないのかな。なんかそこら辺がわかんないんで全然情報不足ですね。あとはその男性キャラの金徳の入手方法もわかんないし、結局ちょっとやってみた結果、北節を全員入れるとデートがやっぱり消化しきれないっていうのがあるんで、デートがねもう少し強ければ、まあ、デートで経験点を稼ぐっていうのもありなんだけど、特に別にデートが強いわけじゃないし、最後のエピローグ経験点もせっちゃん以外は、まあ、大したことないんで、なんか入れる意味を今のところはそこまで見出せないっていうところかな。だったらなんか他のもっとタックが強いキャラを入れた方が良さそうな気がしますね。4人は少なくとも多いで、多分せっちゃんはまあ入れるとして、あと入れて1人で他のタックの強い女性キャラ入れて男性も入れておいた方がいいのかな。わかんないっていうところですね。まあいずれにせよ、まあ、まだまだちょっといろいろ情報が必要なんで、まあ北節キャラどこまで伸びるかわかんないですけど、せっちゃんはそうだね、あとやっぱり PSR で覚醒させてた方が圧倒的に強いですね。というわけで、まあ、北節キャラは、まあ、せっちゃんは自分は借りて使ってやっていこうと思います。まあそんなところで今回、初の、北節高校ですね、まあ、通常の北節よりは、まあ、それは当たり前ですけど強い感じはしますので、あとはどこまで伸ばしていけるかというところを、探っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。ワンチャンあるかこの高校。赤爆弾2人でしょ。でときめき練習でこれはワンチャンありか。かなり危険だよね。ちょっとやってみよう。ミートだな、経験点的に。ミートを上げきっちゃって上げきっちゃっての練習、これ絶対爆発するでしょ。ドキメキブーストー、いけー、かっこいい、超ラッキーボーイ、アーティスト、芋、ラブパワー切れて、いや、これあと2人か、2人処理は、ちょっと難しいかも。でもまあ、なんか未来は見えたかもね。というわけで、一応こんな感じでした。